2021年初めてのボトレースの、放送ありました。皆さんお疲れ様でございました。お疲れ様でした。さあ反省会なんですけども、今日でもみんなあの2レース全員的中で反省することはないんですけども、ゆうたくん、あれ、はい、聞こえますか？一人だけちょっと反省してもらいたいんですけども、エンディングが今日めっちゃ成績良かったし、いや、エンディングは何て言ったんですか？まあ、牛年っていうのを今日ずっと僕は、ね、背負ってやってたので、はい、まあ、満を持して言わせてください、はい、うっしっしっしな、何を持ってたの最後何持ってたの？あ、持ってたのはこれ可愛いのね、用意してくださってたんですよ。牛なんですよ。全然見えなかった。ほぼ映ってないですけどね、映ってなかったね何持ってたか分からなかったですか？うん、放送事故で終わりました秋山さん師匠なんですから、ちょっとゆうたくんよろしくお願いしますよ。もうさすがもうださすがもうださあ、そして、今日はゲストの3人にですね、ボートレースを絡めた、はい、新年の抱負を書いていただきたいと思います。それを秋山さんと私で判定を、はい、するわけですね。はい、はい、したいと思います。はい、います。書きましたか？ひかるちゃんからいきましょうか。はい、じゃあひかるちゃん、はい、ヒットアベレージも最後まで逃げまくり。うお、素晴らしい、書けましたね。すごい、最近すごく成績いいもんね。本当にずっと1位取らせていただいて、そうそうそう、もうこのまま1位で逃げまくりたいなと思います。その勝負の赤のね、はい、色でね、これからも頑張っていきます。はい、ひかるちゃん、あのあれでしたよ、チっていう顔見えましたからね、みきちゃんにね。いや、ちょっと怖いですね。そこ仲悪いんですよね。いや、一度も今日目合ってないですよ、はい、隣にいるのに。なんだろうね、隣にいるのに。アクリル板で透明なのにね、もう真っ白に感じますはい、壁を感じて。さあ、そんなみきちゃんです。はい、私はこちらです。中まで詳しくなるということでですね、まあ今日はちょっと若子さんに、串って書いたの？違います、中お腹空いてるの？お腹空いてるんじゃないです。中身がないと言われたので、はい、まあボートレースももっと詳しくなって、こう、うん、おおって言わせたいです。こう、私いいことを言ったと思ってボートレースのことを説明しても笑われるんですよ。今も笑ってますけど、うん、なんかすごく無理して、あの中身がないんですよね、ずっとみきちゃん昔から。だから中までちょっと煮込んで。どういうこと？中まで煮込んで、中まで煮込んで。光お姉さんの見てみ、こう逃げまくりとかそういうことなのよ。だから中まで喋ってる時に5時のチャイムがもうやめろっていう、やめなさいっていう、まあ、とにかく詳しくなるということですね。まだまだ奥が深いですからね。わ、はい、かりました。じゃあみんなでゆうたくん飲みましょうか。はい、あれ、秋山さんともう少し仲良くするっていう、さっき秋山さんが言ったやつなんですよ、ね、言っちゃったんだね、ゆうたくんごめん。いやいや、ちょっと待ってください。でもゆうたくん、ゆうたくんちょっと待ってください、はいはい、そのテーマが全然伝わってないと思うんですけど確かに違う、この番組としての僕の今年の目標なんですけど、うん、最近秋山さんがすごい僕のことライバル視してましてそうなんですか、秋山さん。なんかね、詳しいこと教えてくれないんですよ、冒頭のね、あのいろんな解説とかも僕にだけ冷たいんで。違うんだよ、ゆうたくん違うんだよ、うん、ゆうたくんが、はい、あの質問してくるタイミングが悪いのよ。これから僕が言うよっていう前に言ってくるから、いやいや、ちょっとゆうたくんちょっと待ってって言いたくなっちゃう、はい、さあということで、ね、判定を若子さんと秋山さんにお願いしたいと思います。まずはひかるちゃん。はい、ひかるちゃんはもちろん、はい、もなんで秋山さん、もうこっちこっちこっち、この逃げまくり、そしてね、今日も成績いいですからね。さあ、そしてみきちゃんです。いきますか、せーの。まさかの秋山さんが罰？違う、だって悪かと思った、逆だと思った。みきちゃんだって書き初めで中まで詳しくなるってあんまり書き初めでしなくない？します。まあまあ、するのね。それも秋山さん厳しいですから、うん、でもほら、みきちゃんしょうがないんですよ、徳井君のこと知らないんですもんね。知ってます。あの人はあの吉本さんで、そこからですよ。知ってます。そこから全く他人みたいな。でもね、ね、みきちゃん可愛いから。これからまたね、ね、ボートのこと深く、ね、中まで、はい、詳しくなってもらいたいと思います。はい、楽しみ。さあ、ゆうたくんです。もういいです。もう分かってますから。せーの。はいはい、
秋山さん厳しいよ。ゆうたくんそれもう言っちゃった後だもの。言っちゃったとね。僕書いた後に言うんですもん。それを。あ、じゃあ秋山これ。いや秋山さん。秋山さんが。あ、そうって。秋山さんでもね、今年の、今年を期待して、もうゆうたくんもこれだ。優しい、優しい、みんな丸だ。ね、ダジャレの師匠ですから。次回のクイズですが、どうさん。はい、4月10日です。和歌子さん、そして品川さん、さらには島村さん、そして秋山さんの中からベストチャレンジャーを予想してください。プレゼントは前回のキャリーオーバー分を合わせて20名様に当たります。すごい。はい、すでに応募は始まっています。募集は始まっています。ぜひファンクラブサイトからお願いいたします。みちちゃんとひかるちゃんが持っているこちらのね、はい、こちらです。とってもクールでかっこいい T シャツです。胸にワンポイントがあるのでこちらぜひ皆さんご応募ください。というわけで今日は全員的中が2つありましたからね、幸先が良いです。はい、本年もこの調子で盛り上がってボートをお届けしたいと思います。皆さん今日もお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。